タートしました。コンスタートを切ったのはラブリーデイ、ルルーシュ、いいスタートを切りました。ルルーシュがわずかに先頭か、内から1番ダロンバラード、この2頭が飛び出していきました。ラブリーデイ3番手、その後10番アドマイアラクティ4番手の追走、あとはウィンバリアションが後位の一角となって、中山ナイト、間にはデスペラードが続いていきました。その後ろから接近するツザグローリー、あとは当選ジョーダン、タモモベストプレイ、ゴールドシップが中段、その後ろにオルフェーブル。さあまずはホームストレッチへと入ってきます。今年先手を奪ったのは9番のルルーシュ、ルルーシュ福永雄一先頭、リードは1馬身半。2番手には3番のカレンミロティック、2番手で上がりました。3番手1番ダロンバラード、外は中山ライト、間はラブリーデイ、この3頭が広がって3番手4番手5番手、その後2馬身差、10番のアドマイアラクティが続いて、当選上段デスペラード、外はテザグローリー、内は4番のウィンバリアション、中段インコース、その後タモモベストプレイ、ゴールドシップオルフェーブルは後方3、4、5頭目に続いてラブイズブーシェ、そして内からベルデグリーン、最後方追走テイヤムイナズマ。 1000m 通過60秒8です。さあ2コーナーカーブにかかっていきます。逃げる9番ルルーシュ、リードは1馬身と縮まりました。3番カレンミロティック、2番手の位置です。これから向こう上面に入ります。3番手は1番のダノンバラード、その外から中山ライト、間はラブリーデイ、続いて3馬身離れました。6番手には10番アドマイアラクティ、外から当選上段デスペラード、タモモベストプレイ、その後に13番トゥザグローリー、中段後ろには4番のウィンバリアションが続いていきました。その外から並んでいきました、ゴールドシップ、中段の後ろ外目、あとは2馬身差、6番のオルフェーブル、オルフェーブルは後方4頭目の追走で3コーナーカーブにこれから入っていきます。2番のベルデグリーンがその後ろ、11番ラブイズブーシェ、あとは5馬身ぐらい離れて12番のテイエムイラズマ、最後方。さあぐーっと16頭が凝縮してきました。残り600を通過して 3,4 コーナー中間、先頭変わった、先頭変わって3番カレンミロティック先頭に変わる、リードを2馬身取りました。2番手1番ダロンバラード、外からオルフェーブルが動いていきました。外からオルフェーブルが動いていった、その後ろからゴールドシップ、あるいはウィンバリアション、さあオルフェーブルが先頭に変わって直線に向きました。オルフェーブル先頭だ、オルフェーブル先頭、リードを2馬身3馬身取る、ウィンバリアションが2番手上がってくる、ゴールドシップ、外からベルデグリーン、さらにはラブイズブッシャが追い込んでくる、抜けた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 、強い6番オルフェーブル、あっという間にリードを広げました。オルフェーブル圧勝、ゴール、なんという強さ、全く問題にしませんでした。オルフェーブル完勝、ラストランを見事に飾りました。